こんにちは、藤田です。今回はランディングページを仕上げる手順についてお話していきたいと思います。この動画はランディングページの書き方シリーズの11回目になります。これまでの回は動画の説明欄に貼り付けてあります。もちろんこの動画だけ見てもらっても意味がわかるように作ってあります。今回からランディングページを仕上げる手順になります。そしてその1回目になります。これまでリサーチしてきた材料を使って一気にランディングページを仕上げていきます。しっかりと材料を揃えていれば半日もあればですね、ランディングページが完成するっていうことになります。この動画は、この本10倍売れるウェブコピーライティングの内容を元に作っています。この動画を見てですね、概要を理解されたらですね、この本を購入して読んでいただければより理解が深まると思います。はい、今回の動画でお伝えする内容です。ランディングページを仕上げる手順、キャッチコピーを作る、キャッチコピーの候補を絞り込む、キャッチコピーは真似るものという順番でお伝えしていきます。この動画でお伝えしているリンク先などの情報は動画の説明欄に貼り付けてありますので、このタイミングでチャンネル登録しておいてもらえると後で探しやすいかと思います。最初に私のことをご存じない方も多いと思いますので、簡単に自己紹介をさせてください。サクッと 1.5 倍速15秒ぐらいでお伝えしますので見てください。藤田博と申します。ウェブ集客コンサルタントをしています。大学卒業後15年ほどシステムエンジニアとしてサラリーマンをやっていました。脱サラ独立してフリーのコンサルタントとして14年ほどやってこれております。現在は顧問契約とオンライン講座をサービスとして提供しています。よろしくお願いします。はい、ランディングページを仕上げる手順ということで、5つの工程があります。1番キャッチコピーを作る、2番各パーツをスムージーにつなげるための込み出しを考える、3番推進を書く、4番キャッチコピーの完成度を高める、5番全体をチェックするという順番ですね。で、これまでの動画で推進の材料集めというのはしてなかったんですけど、推進はですね、材料集めする必要がなくて、この後の動画で作り方をご説明するっていう感じになります。繰り返しになりますけど、これまでのリサーチ作業はですね、中途半端ではなくしっかり作れていればこの手順で一気に完成させることができます。ですのでリサーチによる材料集めが終わってない場合は、先にその作業をですねしておいた方がいいかと思います。はい、ではですね、今回の動画では1番のキャッチコピーを作るを進めていきたいと思います。はい、キャッチコピーを作るということで、キャッチコピーに7つの型っていうのがあります。それをそのまま使ってキャッチコピーリサーチで、作ったですね、ベネフィットの選定で作ったですね、材料を反映させて作っていけばいいっていうことになります。では例としてですね、例えばですね、私の考えているサービスですね、動画編集ソフトの使い方のオンラインによるマンツーマンレクチャーっていうやつは、ベネフィットはですね5つぐらい挙げたんですけど、これを使ってですね、これからご紹介する7つの型に当てはめていくっていう感じでいいわけですね。はい、それではですね、7つの型をご紹介していきます。1番証言型、何々するだけで何々になりました。これは実際にお客さんが言っているかのように見せる型になります。2番質問型、何々で何々できるって本当ですか。これも実際にお客さんがですね質問しているかのように見せる型ですね。3番提案型、何々で何々する方法があるのですが…これはですね、あなたがお客さんに提案しているように見せる型になります。4番断定型、私に何々をください、そうすれば何々になります。お客さんがですね、何々すればこうなりますよと断定する型になります。5番限定型、何々で何々したいあなたへ、最初からターゲットを断定する型になります。6番教育型、何々するために何々する必要はありません、これ見込み客に教えるように語りかける教育の型になります。最後7番ですね、予言型、もし何々しなければ何々になります、これ私の言う通りにやればこうなりますよという予言の型になります。ちょっと説明だけだとですね、抽象的だと思うので、早速ですね、私の作ったベネフィットを当てはめてどういう感じになるかっていうのをですねご紹介していきたいと思います。はい、まず1番証言型、何々するだけで何々になりますは、複
業でも稼げるようになったら本業のストレスが激減しましたっていう感じで作ってみました。2番、質問型、何々で何々できるって本当ですか。副業で稼げるようになったら本業のストレスが減るって本当っていう感じで作りました。3番、何々で何々する方法があるのですが、点点点。たった10回のマンツーマンレッスンで動画編集で稼げるようになる方法があるのですが、点点点っていう感じになりました。4番、断定型、私に何々をください、そうすれば何々になります。私に10時間いただければ自力で副業で稼げるようにしてみますっていう感じでになりました。5番、限定型、何々で何々したいあなたへ、たった10時間で副業で稼げるようになりたい会社員の方々へ。6番、教育型、何々するために何々する必要はありません。副業で稼げるようになるために高額な授業料も時間も必要ありませんっていう感じですね。7番、予言型、もし何々しなければ何々になります。10回のマンツーマンレッスン後、あなたは自力で動画編集で稼げるようになりますっていう感じですね。ちょっと煽り気味のやつもあるんですけど、まあこれぐらい強めで作ってもですね、キャッチコピーは OK だと思います。はい、キャッチコピーを絞り込むっていうことで、作った7つの候補をですねテストしてベストのやつを選べばいいんですけど、テストっていうのはですね、実際にランニングページを公開して反応率から判断するっていうことなんですけど、7つはちょっと多いと思うんで、その前にですね絞り込んでもいいですね。で、絞り込みのやり方はですね、ベネフィットの選定でやった方法と全く一緒です。他人に見てもらって、絞り込んでいくってことですね。で、他人の数はですね、見てもらう数は最低3人、できれば10人ぐらいいればいいということですね。で、どういった人に頼むかっていうのは言うまでもなく、ターゲットに近い人ですね、あるいはプロですね、私のような、専門家ですね、コピーライター、マーケッターに聞くということですね。で、聞き方も一緒で、どれが一番ダメですかっていう感じで、こう徐々に減らしていくっていうことですね。で、今回の7つはですね、1個に絞り込んじゃう必要はなくてですね、2、3個残しておいて、それを使い回して反応がいいのを使うっていうのがいいと思います。はい、これで一応完成なんですけど、キャッチコピーはこれで完成なんですけど、後の工程でさらに完成度を上げるっていう作業があります。はい、次ですね、キャッチコピーは真似るものっていうことで、ご紹介した7つの型で作ればですね、まあ十分なんですが、それ以外の作り方をですね、ご紹介したいと思います。それはですね、すでに実績のあるキャッチコピーをですね真似るっていう方法ですね。つまりいいなと思ったキャッチコピーに自分のベネフィットがですねそのまま当てはめられるような場合はですね、そのまま使わせてもらうっていうことですね。結構これ鉄板の方法になります。例えばですね、有名なキャッチコピーとしてはですね、ピアノのコピーっていうのがあるんですけど、これはですねどういうコピーかというと、私がピアノの前に座るとみんなが笑った、でも弾き始めるとっていうコピーです。これを読んで、聞いてどう思いました？続きが読みたくなりませんでしたが、このコピーはですね、本当有名なコピーで、コピーライターだったらみんな知ってるんじゃないかっていうぐらい有名なコピーだそうです。で、これはですね今でも使えると思います。で、応用するとこういう感じになります。例えばフランス語の講座のですねキャッチコピーとして作った場合、私がウェイターにフランス語で話しかけられるとみんなニヤニヤしてました、でも返事をすると今度は悪気に取られたのですっていう感じで応用できるということですね。では、私のベネフィットにですね当てはめてみたいと思います。ちょっと長いですけど、私が動画編集で稼いでいると言ったら周りはいぶかしげな表情を見せました、でも私が自分の YouTube チャンネルを見せるとみんな身を乗り出して覗き込んだのですっていう感じですね。いかがでしょう。まあこういった感じでですね、真似をするというのがいいんですけど、その真似元となるキャッチコピーはですね、本でいっぱい出てます。本屋さんでですね、セールスとかですね、マーケティングのコーナーに行くとですね、キャッチコピー関連の本がですねいっぱい出てます。で、私はですね、自分が今まで作ってきたキャッチコピーがいっぱいあるんですけど、それを使い回してるんで、今はですね本はあんま参考にしてないんですね。
ですから推薦書って言われるとですね、ちょっと1冊にはなかなか絞り込めないんですけど、そこでメンタリスト DAIGO さんが紹介されている本でをご紹介します。ザ・コピーライティングっていう本なんですけど、これ神田正則さんが監修されている本で、もう結構前から出てる本ですね。もう超有名な本です、これも。でこれですね、3000円以上するんですよ。高いんですよね。なのでなかなか手が出せにくいと思うんで、みんな持ってる本じゃないっていうのもいいところかもしれないですね。という意味で参考にしてください。はい、今回は以上です。次回はですね、2番の各パーツをスムーズにつなげるための込み出しを考えるのお話をしたいと思います。はい、今回の内容お役に立ったようでしたらですね、いいねしていただけるとすごく嬉しいので、ぜひよろしくお願いします。このチャンネルではですね、収入源を増やして複数収入源を得るための方法をご紹介しています。チャンネル登録していただけると嬉しいです。新たな収入源として私の一番のおすすめは、あなたの持つノウハウをオンライン講座として作ってそれを売ることです。それに関する情報については動画の説明欄にリンクが貼り付けてありますので、そちらからご覧いただければと思います。はい、今回も最後までご覧いただきましてありがとうございました。